はい、皆さんこんにちは、ジュビちゃんでーす。はい、本日も、青江弘明さんからの、メッセージを読みたいと思いますが、うわー、それは間違いなく僕です。あの時日本人の方が弾いていらして、その後マックで会ったことも覚えています。ごめんなさい、感じあって、あの方がジュビさんだったとは。あの時僕はケースを持って最前列に座っていたので、出席の方がお前バス弾け、おいでって呼ばれ、楽器を弾かせてもらったのでした。先生は結構、話を何話を誇張されるので、先生ってあの奥田先生のことね、僕が勝手にずかずか道場破りみたいに舞台へ飛び乗ったみたいな感じに聞こえたのかもしれませんが、いや懐かしいですね。あの時オーボエを吹いていた方は現在僕と同じオケで働いています。すごい縁だね。舞台が見えないと文句を言われた経験が僕にもあります。僕にはどうしようもできないので、ちょっとムカッとしたら後日劇場に抗議の手紙が来ました。動画にできるか別にして、いつかまたジビさんと再会できることを楽しみにしております。青江さん、ありがとうございます。ですね、そう、あのまずその あの方がジビさんだったっていうことを書かれて、ごめんなさい、ハッとしました。あのね、そう思い出すのがね、割と最近に、愛知の劇場で本番があった時に、あの舞台裏に指揮者の小松長生さんがいらっしゃったんですよ。で、小松長生さんって昔あの関西フィルの指揮者だった時代があって、ものすごい何十年ぶりかで小松長生さんにお会いしたんですよ。その時にあのサムウェイみたいなの着てはって、でなんか以前のイメージと全然違ったんで、わあ、お久しぶりです、ずいぶんなんか雰囲気変わられましたねって言ったら、小松長生さんがすごく冷静に、いやいや、あなたは全然変わったでしょって言われて、ハッとしたのね。そういえばそうだったと思って、だからあの青江さんもね、あのその当時はだからこのなりではなかったので、あれがジュビちゃんだって分かるわけないよね。あの勝手にあのごめんなさい、自分だけ分かっててね。はい、あとあの奥田先生の話ね、奥田先生が誇張されるというか、そうですね割とこうオーバーに喋る、演奏もね素晴らしい、なんていうのかな、ダイナミックな方でしたけど、あの話も確かにダイナミックだったかもしれません。はい、というわけでですね、またあのお会いすることを楽しみにしております。ぜひ動画じゃなくても、あのもう気軽にあのね、あの帰ってきた時には声かけてください。あのお会いしましょう。あの楽しみにしてます。青江さん、ありがとうございました。そして今日は、もう一ついただいたので、さっき1時間ほど前にいただいたコメントですけど、ちょっとごめんなさい、こういう見方するけどね、年寄り見た年寄りだからね、ベースマン23163ですね。いつも楽しく見ています。非常にためになるお話ばかりで、悩んでいる時に助けられました。ありがとうございます。面白い話というよりどちらの話があります。私はアマチュアジャズビッグバンドでコントラバスとエレベを使い分けて演奏しています。アラカンです。昨年秋に3年ぶりにライブが開催できました。ずっと我慢してたよね。その時コロナ禍で筋トレやジムもサボり、すっかり体力が落ちたことを痛感しました。そこで新年から縄跳びを購入し、早速やり始めましたが、しかし3回から15回ぐらいしか跳べずにいました。私なんか何回跳べるんだろう1週間後、縄が短かったのか前かがみになり、3回跳んだら背中両脇の筋肉を痛めてしまい、寝返りも打てないくらい激痛に見舞われました。はい、3週間3週間経ちやっと治りました。知り合いの整体師曰く、いきなり縄跳びはダメ、ウォーキングからジョギングでしっかり体を作ってからの縄跳びだと、ジムのトレーニングと水中ウォーキングで足腰を鍛えて80過ぎても演奏できるよう頑張っていきます。ありがとうございます。80過ぎて私絶対無理。これすごくありがとうございます。大事なことをおっしゃっていて、私もね、いくつぐらいかな、まだ50になる前に、いやもうちょっと体力落ちたらやばいからと思って走ろうかなって言ってジョギングシューズ買ったことあって、友達にジョギングシューズ買ってちょっと走ろうかなと思って、やめとけ死ぬからって言われたのね。いやその人は結構運動する人で、自転車乗ったり走ったりする人なんですね。
ちょっと下ぐらい私より。でその時本当に真面目に言われたの、私死ぬわけないじゃんって言ったら、いや死ぬって本当に真面目に真面目に死ぬよって言って。でやっぱりずっと運動とかしてる人はいいんだけど、特に40、50になっていきなり動いたら死にますってはっきり言われたのね。で確かにね、それはね、当たってるようです。非常に危険です。ただもう体を痛めたぐらいだったらまだマシなんですよ。もう突然死しますよって言われた。で私ね、思い出したのが、今日も小学生のための音楽鑑賞会で今日3日目で折り返したのね。あと明日明後日とまだ続くんだけど、何年か前に下野達也さんで、同じ音楽教室を毎日やってる時に、最後にカンカンをね、フレンチカンカンね、オフエマクロちゃんちゃんちゃ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 、あれをやって、でメンバーに何人かずつ前でって踊れって言われてたので、で下野さんが指名して、で私が指名された時に、で結構あれね、こうやってちゃんちゃ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 、あ今も危ないなこれね、ちゃんってやるわけで、舞台袖にね、だから回り込んで、あれだから最後の曲かな、だからその前の曲が終わったらバーッと下手に乗って、それで始まったらバッと出ていこうっていうことで何人かね、でフルートの中川が前に行ったんだけどそれで、あ違う、後ろにいたんだ中川がね。それでさあ行くよって言ってバッと開いてパッと出た瞬間にね、ズキッとすごい足が痛かったわけで、私中川に蹴られたんだと思って、蹴るなよと思ったのね。そしたら中川普通にパッと行っちゃった。であれと思って、それでそしたらね、もうそれで動けなくなっちゃったので、まあ要するにね、筋を痛めたわけなんですけど、で司会に福山俊ちゃんがで、獣医さんどうしたんですかとかって言って、すごいびっくりしてはったんだけど、ね、その日はね、この話前動画でもしたかもしれない、雑談ではしてないかもしれないんだけど、ね、地下鉄北山駅が最寄り駅で、普段だったらまあ3分とか5分で、5分もかかんないよね、駅すぐ直結って言ってもちょっと回り込まなきゃいけないんで、まあ電車乗るまでは3分とか5分とか余裕を持って出てみたいな感じなんだけどコンサートホールから地下鉄の駅まで20分かかりました、地下鉄乗るまで。で紙コントラバスのところが紙手で楽器片付けて、でずっと歩いてたら、友達が下ずっとねステージ残って練習してた友達がね、今ジュビちゃん出て行ったと思って10分ぐらいして下手のなんていうの、ドアの開いたところを私が歩いてるのを見て、まだあんなところ歩いてると思ったらしいんだけど、それで、ね、お医者さんに行ってその話をしたのね。そしたらね、こんなことしてみたのって言ったらね、もうとんでもないですって言ってね。だからまあもちろんだからちゃんと準備運動するのもそうだし、その時は準備運動もしてなかったからね。でやっぱりね、急激な動きはね気をつけなさいって言われましたね。だからね、それで言うとね、楽器の練習もそうなんですけど、まあ、例えばよくね、私たちは若い時は、まあ、8時間9時間1日で練習してたんですけど、まあ、そういう話を、まあ、プロはね、これぐらい練習してるって話を聞いて、間に取っちゃダメよで私も年取って、だから今は1日5、6時間集中して、それもちょっと手休め休めでしか弾けなくなっちゃった、やっぱそれで落ちてくるからね。それをね、若い時と同じようにするのは無理だし、でそもそも今この年でアラカンだからな、私もね、5、6時間1日に弾けるっていうのは、それずっと若い時から弾いてきてるから、すごい厳しいトレーニング、厳しいっていうのは指が厳しい、基礎練習とかもやってるし、だから弾けるんであってね、よくね、だからそのさっきの急に運動してって話で言うと、よしじゃあ今からなんで運動体鍛えるぞって言ってロッキーになったつもりで50過ぎてね、生卵朝から5つぐらい飲んでさ、それで走ろうって言ったらそれ死にますよ本当に。だから楽器の練習もね、本当にね、気をつけてください。8時まで弾けなくなるから私8時まで弾く気ないけど、だけどね、やっぱりね、物事には程度と順番と程度があって、やっぱ積み重ねがないと危険です、とても。
だから難しい曲とかもあんまり急にね、あのよしこれを頑張って毎日3時間やれば弾けるようになって、あ、やっちゃダメです。あの今のペースでやるっていうことが大事。今のペースにプラスアルファでちょっとずつちょっとずつ、しかも年いってくるとそれはあの貯金はむしろ減っていく方なので、本来はだから増やすのはすごく大変なんですよ。なので本当に気をつけてください。これはね、あの本当にあの脅しではなくて、あの皆さんにあの忠告というかね、若い人はねいいんですよ。若い時はさ、あの吹奏楽部とかさ、あの腹筋何回とか腕立て何回とかね、それが役に立つのかどうか知らないけど、それはいいんですよ、若いからね。あのそれがまあ気分であの体育会系になった感じで、あのうまくなったようになるんだと、まあ気持ちになるんだったら、それでモチベーション上がればそれはそれでいいんです。あのちょっと違う話に行きそうなんで、その話は掘らないけど、だけどあの特にやっぱりあのだん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 と人間は衰えてきます。それは人間を衰えるというのは逆らえないので、よく自分 の, あのペースということをよくあの確認しながら、はい、やっていただきたいと思います。はい、というわけで、また明日からあの小学生のための音響をやりますけど、私もマイペースでやると思うので、皆さんも、お元気でお過ごしください。というわけでまた。